第18回10月国家資格キャリアコンサルタント試験論述試験対策講座のご案内をしていきたいと思います。私、レックキャリアコンサルタント課の大森と申します。よろしくお願いします。それではですね、ちょっとパソコンに切り替えます。こちら、今回論述試験対策講座のお話ですけれども、こちらレックでは論述合格講座っていう講座をね、ありまして、ウェブ通信と通学と2つあります。まあ、レックのキャリコン養成講座はですね、今年20周年ということで、資格試験の合格のレックは42年間にわたり、さまざまな資格の受験指導してきました。そのノウハウを生かしてキャリアコンサルタント国家試験対策講座を用意しています。レックのキャリコン試験対策講座はキャリアコンサルティング教育向けの試験対策講座です。講座の内容、特徴、受講料などをご案内していきます。特にですね、レックの論述試験対策講座なんですけども、藤原先生の指導がとても分かりやすいと評判ですので、ぜひ受けられると良いと思います。論述試験対策講座ですけども、講義内容は、指導実績豊富な講師、藤原先生講師ですけども、論述試験の分析をもとに問題の読み方、回答作成へのアプローチ、独自の切り口から解説していきます。本講座では論述試験の回答ポイントの解説だけでなく、過去問3回分、予想問題3回、合計6回の演習を通じて、試験時間内に合格答案を作成する力を鍛えていきます。講義で使用した6問の添削指導がついています。で、講座時間が7時間で、添削一応提出していただくんですけども、締め切り日決めております。10月5日火曜日必着になっておりますので、よろしくお願いします。で、ウェブ配信期間、ウェブの講座の場合はウェブ配信の期間がありまして、10月31日までで、受講料ですけども、受講料は通信、ウェブ通学とも同額となっておりまして、レック受講生の方は、レック養成講座受講生の方は1万6000円、一般価格は2万円となっております。これは添削指導、添削ですね、赤ペンして戻してくれる、それが6回分ついてます。通信と通学のレジュメ、同じものを使用しますので、講義内容も同じですのでね、どちらか皆さん通いたい方というか見たい方というかね、選んでいただければ。あと地域もね、通学やってる地域決まってますので、なのでそれ以外の方は通信で受けていただいたら良いと思います。添削提出日の注意点というのがありまして、結構細かく書いてあるんですけども、まずですね、通信ウェブ講座ね、通信講座は、教材はですね、オンラインスタディ SP っていう、ウェブ上にですね、レックのマイページっていうのがあるんですけども、そちらのオンラインスタディっていうところにありますので、ご自身でダウンロードしていただくことになってます。で、通信のウェブ講座は回答用紙もダウンロードしてご自宅で印刷していただき、教材に掲載されている過去問3回分と予想問題3回の計6回分をご自身の回答を記入して、レックへ郵送してもらうことになっております。通学講座で受ける方はテキストとかレジュメとかは全部その現場でもらえます。回答用紙もね。ただ演習時間がとっても短い感じなので、やっぱりなので、ご自宅に帰ってからゆっくり書いていただいて、で、通学講座の時に配布された回答用紙に記入していただいて、レックへ郵送してくださいっていうことですね。郵送返却を希望の場合は、別途郵送返却オプションっていうね、オプションで3300円払っていただければ、郵送で紙を先生が赤ペン書いてくれたのをお送りすることができます。あとですね、添削課題の記入なんですけども、HB 以上の鉛筆またはシャープペンシルをご使用ください。で、あとパソコンとかでね、バーッと入力したい方はすごい気持ちはわかるんですけども、パソコン等で出力しないで、必ず手書きで提出するようにしてください。パソコン等で出力、回答された答案は採点できませんのでご了承ください。あと、添削締め切り日を過ぎても添削しますけれども、遅れた場合は添削のデータアップ、赤ペン先生してくれたデータをまたアップされるんですけども、スコアオンラインっていうところにアップされるんですけども、そこのアップが試験日までに間に合わない可能性も出てきますので、必ず締め切り日までにご提出いただきたいと思います。
っていうね、ちょっと注意点があります。論述合格講座。どんな講座で、まあ、論述合格講座、ですね、レジュメがですね、こういった実技の手引きっていうね、藤原先生が考えた、こう、ね、すごく論理的なやり方、考え方が載っている実技の手引きっていうレジュメ。この、まあ、ペラペラですのでね、何ページものかというと、11ページぐらいありますけども、これと、あとは過去問ですね。過去問の回答解説も、回答解説、過去問の回答解説ですね。ちょっと私の手元にあるのは、14、15、16回って書いてありますけども、17、15、16か。今、結局、キャリアコンサルティング協議会に、公表されている過去問、3回分ですね。それを使って、で問題はですね、実際ダウンロードすることが、じゃあキャリレックの方からダウンロードできませんので、キャリアコンサルティング協議会のところからダウンロードしていただきたいですね。それで回答解説が載ってます。一応例ですね、回答解説例。あとは論述の予想問題っていうのがありまして、論述の予想問題、これも3回分レックの方で、若年者のパターンとか中高年のパターンとか、女性パターンということで新しい形式になったんですけど、論述試験がその形式にのっとって作成している予想問題3問ありますのでね、こちらもそんなにすごいテキストって感じでちょっとペラッとしたレジュメですけど、こちらは通信で受けられる方はこれをダウンロードして見ていただければなと思います。まあ、印刷するほどでもないかなっていう感じですけども、回答用紙だけはね、ちょっとダウンロードしていただきたいんですね。これ一応どの回のどの回とか、どの予想問題のどれなのかっていうのが全部準備はしてますけども、同じ回答をもちろん何回も出しても構わないですけどもね、第16回の種類かけて変えてみようとかね、もちろんいいんですけど、で、まあ、6回出せますよと。でここに回数入れるようになってまして、あと答案の締め切り日とかね載ってますけど、こういう形で回答用紙がね、すごいこれは結構忠実に作ってありますので、これ実際の試験ね、これ問題用紙になってまして、論述試験事例記録が載ってますよね。これ第17回試験で、あとは回答用紙がこんな風にダウンロードできますので、こちらの方はキャリアコンサルティング協議会の方の本当の試験の、それと同じようにちょっとレックの方も作成してありますのでね、こちら使っていただければと思いますけども。で、これをダウンロードして手書きで書いてくださいね。まあ、実際ね、論述試験も手書きで書きますので、その時間内に書けるのか、漢字書けるのかとかっていう、最近も漢字が忘れちゃって書けないわ、みたいなのありますので、やっぱしっかり書いて、手書きの訓練も兼ねてますので、手書きで出していただく。あとですね、HB の以上の鉛筆っていう風に言ってたんですけど、こうスキャンしてこう書いたもの、皆さんから提出していただいたものをこううちでスキャンをしてですね、で先生の方にデジタルデータで送るんですよ。でデジタル上でこう赤ペン先生しますので、こう薄い字とかは読み込めない場合があるっていうことで、 HB 以上でお願いしますということですね。あとこう間違えちゃった時とかも、消しゴムでしっかりきれいに消していただかないと、ちょっと写っちゃうことがありますので、ちょっと気をつけていただきたいなっていうところがあります。あとこう楷書、崩していない字で書いてくださいねっていう注意点があります。であとですね、回答用紙がレックに到着して、添削データがアップされるまで先生とこに送って戻ってきてっていうのがありまして、やっぱ1週間から長かった10日ぐらいかかっちゃうことがあるので、締め切り日結構早めに設定されてるんですね。だまあ過ぎても採点はもちろんしますので、はい、ということです。注意点ですね。まあ、こんな感じで論述で、あとですね、国家資格キャリアコン試験対策講座の答案提出されるときには、やっぱり6回出していいですよっていうんですが、ご自身で封筒用意していただいたりしなきゃいけないんですが、こうラベルはちょっとこういうふうにダウンロードできるようになってます。通学講座の方もこの用紙お渡しするので、そうするとこの宛名ラベルをこう切り取ってペタッて貼っていただければ送れるようになってます、届くようになってますのでね、ぜひこちらも
ご利用いただければなと思います。はい、ではあとお申し込みお問い合わせ先ですね。お問い合わせ先、お申し込みお問い合わせはレック過去本校、営業時間は各本校のホームページをご確認ください。レックコールセンター 0570-064-464 でお申し込みができます。あとですね、試験に関するお問い合わせはキャリアコンサルティング協議会国家資格キャリアコンサルタント試験センターまでお問い合わせください。はい、それでは以上になります。論述試験対策講座、ぜひね、受けられると良いと思いますので、お待ちしております。ありがとうございました。